おはようございます。どうもらでーす。はい、それでは今日はこちらの企画いってみましょう。はい。コハローズ20225月。はい。はい、お待たせしました。はい、ちょっと時間が経っても7月になってしまっているんですが、5月のコアロンアウォーズ作品紹介していきたいと思います。はい、今回のノミネート作品はいくつになるでしょうか。全部7つです。はい、ありがとうございます。うん、これじゃないです。これではないです。ないないない。お前何の文字にした、お前それ。文字、文字っていうか数字にしたの。うん、これではないですって。じゃあそれは確認して、はい、練習で、はい、はい、じゃあ早速1作品目から見ていきましょう。はい、パワープロでお互いね、サクセスを作成するので、お互いサクセスで、選手作って、それで対戦するとチームに入れてね、実際の、はい、で、俺はヤクルトに入れました。はい、あ、これは鮮明に覚えてます。うん、これチート、いや、チート、強さは、まあ、強さはやばいです。でもこれアシストみたいなの言えないからね。ロックオン、ロックオンはないです。はい、はい、はい、ちょっと東京音頭出てしまいました。これはマジでシャアです、本当に。はい、いやー、これは先頭打者ホームランはさすがにテンション上がったな。はい、いい選手が作れたと思います。なお、なおはいらない、なおはいらない、なお試合には負けました。はい、それではこちらのコメント見ていきましょう。まずはシンジさんからです。パワプロの初回先頭打者ホームランめちゃくちゃ印象的でした。大金星プレイからの沼場で結局負けたところで192センチの巨人がアンチ巨人コールを落ちてくたばれポンカスをコールしてるところを含めて大爆笑でしたという方です。ありがとうございます。巨人がだろ。あ、巨人が巨人功労か。はい、対戦です。はい、はい、いや、ちょっとチームをね、勝利導けなかったっていうのは非常に残念です。うん、最初で調子乗って結局落ちるって、はい、いつもの台本通りです。はい、調子、台本はないですが調子乗りすぎました。続いてビースラさんからです。アキラのホームランには度肝抜かれましたが、打撃の見どころはほぼそこしかなくてアキラらしいと思いましたということです。はい、本当にもう先頭打者のところだけでした。最初だけ。はい、中学校1年生の定期テストと一緒です。そこも学年中で取りました。はい、それでは最後のコメントです。純 AKA 岸焼きマンさんからいただきました。結局コアラヤクルトはこの1点しか取れず負けますが、初回のコンピートの対決で特大花火打ち上げて、その後は全く当たらないや、まさに我々の知ってるからそのままでそうでしたということです。うん、まあまあ、まあ、結構僅差の勝負でしたからね、これは。まあ打線が完全沈黙してしまって残念です、あれ以降。うん、はい、逆に冷めましたね、チームが。あれ、冷めましたとかじゃなくて、うん、はい、援護はありませんでした。はい、はい、それでは2作品目見ていきましょう。はい、ネコラさん、無理一緒にすることは何ですか。女性関係です。はい、女性関係です。仕事とか全然やらないんだよ。うん、やらないです。はいはい、プレミア最終節完成配信か。何したかったんだろうって。はい、本節から騙せないんじゃない。なんで戻ったの。そこら辺の女は騙せると思うけど、何、やっぱさすがだと思います、企業の方は。はいはい、いや、いらねえ。見る力、はい、それがやっぱ内定ゼロに繋がったのと思って。オッケー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 。いや、これは全く自分でこんだけ言って自分で来たすのはマジで。おい、いや、意味は分かんねえけど、やってること内定ゼロって。いや、やっぱり自分で言って自分で来たさあ、マジで意味わかりませんでした、これは。はい、はい、それではコメント見ていきましょう。まずはケインさんからです。ポンちゃんのハイドロポンプです。コーラさんに質問詰めから2人笑えて、最後にハイドロポンプが流れが最高でしたということです。こいつが吹き出す意味はちょっと全く分かりませんでしたけど、はい、まあ、流れは確かに綺麗でした。はい、続いてあっくんさんからです。2人の笑い合いと正論を突きつけるポンちゃんが最高でしたということです。はい、まあまあまあ、これはまあ偶然も出ない正論でありました。はい、それで笑っちゃった。はい、何も言い返してこないから。オッケー。何笑ってんだよ。最後に DK さんからです。P の水木です。コーラさんとの会話の流れから二人の仲の良さと面白さを見ることができましたということです。ああ、まあ、うんうんうん。何？いやいや、まあ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 、まあ、彼にだったら、まあ、正論言われても、まあ、ギリギリ耐えることができました。いや、耐えてないよ。はいはい、まあ、はいはいはい、ありがとうございます。はい、はい、それでは続いて3作品目見ていきましょう。はい、コーチ。ああ、これか、これは入ってきたか。少年少女みんなのために挑戦したいと思います。はいはいはい、はい、
太ももなし。オッケー。リフティングチャレンジです。2回もできてません。それではこちらのコメント見ていきましょう。はい、まずはメッシの昼飯さんからです。コロさんのリフティングショート動画です。あの尺の短さにたくさんの笑いが詰まっていて最高でしたということです。ちょっと振りは長めなんですけど、実際のリフティング部分はすぐ終わってしまいました。はい、はい、続いてコアロボシのエスパルスサポさんです。少年少女のためと言いながら自分のジュースのためにやっている姿そしてリフティングかなり厳しい状況でしたから。はい、いや、まさにその通りでした。口では言うんですけどね、はいはい、騙されないように。うん、分かった分かった、うん、OK。 続いてシャブゲームあれで女性にサッカー部だと嘘ついたの怖いですということです。まあまあまあ、ネタですからね。いや、ネタじゃねえ、うん、はい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 、はい、それでウケると思う。分かった分かった、この辺は OK。 ありがとうございます。ネタだとしても分かった分かった、ありがとうございました。続いて4作品目見ていきましょう。おはようございます、岡田です。これは、はい、それでは今日はこちらの企画いっていきましょう。コカロアワーズ2021 3月、4分の1終了ということで、1年も早いものでもすでに4分の1が終了してしまいました。皆さん、おかしいと思ってない、何もおかしいと思ってないっていうのは、うん、みんな分かったと思います。4月戦ね。4月戦かは、え、なんだ、結局これです。あ、結局これです。2022だ。マニーとかなんかやった、やった、やった。何がおかしかった。これはまず2022だ。あ、そうそうそう、2022だ。何も成長したんですね。はい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 、はい、はい、分かったと思います。はい、コメント見ちゃいましょう。まずは翔太。5月5日のコロナウォーズ3月戦のタイトルコールです。アウォーズからアウォーズノミネートを皆さん永久期間の感染が笑い転げましたということです。うん、また今回もまた永久期間が生まれてしまいました。はい、はい、続いて小内女さん。コーラさんがワクチンを打つ一般人の未来の草があってめっちゃ面白かったですということです。もうワクチン関係ないって分かったと思います。はい、ワクチンも関係ありません。はい、はい、そういう人間です。はい、続いて日村ゆうきさん。昨年退社さっきの悔しがってると思いきや、またタイトルコールで大沼川すぎにはさすがと思いました。ついに月どころか年を間違えてしまう人間、私は心配ですということです。どうしようもない。はい、どうもコメントしようがありません、これは。ありがとうございます。無理です。はい、助けて。はい、鬼教官みたいなのが来ないと無理だ。あ、違う違う、女性とかじゃ無理、これは。ただ甘やかされるだけ。はい、続いて5作品目。はい、語りたいです。ありがとうございます。全コアラが坊主系が待ってはサイマスピーさんということです。うん、もうやってもらうしかないです、これは。うん、いきます。うん、やれるよ。うん、まあこれは実際ね、まあ裏で進んでますんで、今日はまあそれいずれ、まあまあかってなると。はい、まあ確かに反るぞ今。うん、コメント見ていきましょう。はい、まずはリバイアさんから。5月28日コアラジオで P が、すごいからあなたは彼の方はかなり笑いましたということです。うんうんうん、まあ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 、坊主企画の方はお楽しみに。はい、はい、続いてヤスさんから。P のすごいからあなたはもう意外だったけど、それを上回る厚やが意味不明すぎてそうということです。うん、ちょっと精神的におかしくなってました。はい、はい、最後に加藤健太さんから。P のちょっと一回ごめんからの P のハグは男好き企画不条案件ということです。うん、いや、女の子は好きです。はい、はい、この時は精神的におかしくなっていました。はい、はい、続いて6作品目見ていきましょう。はいはい、そう、あのアニメ出たのはよく見てたよね。K トラップして、ブチカーホールビーカービーカー、楽しいね。はいはいはい、何がビーカー、うん、見ろ、まずは。いや、なになになに、いや、ホールフェラーでしょ。フェラー、すげえ。いや、ただエリア内とか言いたかったな。ヘラヘラ、いや、全然意味が分かんない。ヘラとか言って意味が分かんないけど。はい、コメント見ていきましょう。まずはデスパオラオラニキさんからです。デスパオラオラニキじゃない、中日のスケーシーのヘラツケンです。リビングのテレビ自体がヘラと言い出した時はリビングが凍りつきましたということです。うん、ちょっと家庭の皆さん申し訳ございません。お茶の間の皆さん、いや、家にも謝って、うん、はいはいはい、あなたの家にもって何、あ、じゃあ家、あ、実家には何も悪いと思わない、この発言は。いや、申し訳ありません。うん、うん、続いておたけさんからです。PK になった時にこれエラーでしょう、さすがに笑いました。親の前で見てなくてよかったと思いましたということです。うん、ひどすぎる、はい、これちょっとひどすぎる発言でした。本当に、はい、コメントありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それでは大賞の発表を見ていきましょう。はい、タキラー小梅将軍、あー、これか。マメマジュダットです。顔長いやつ、大体ご飯よろしくお願いします。
はいはいはい。今日は激辛ペヤング。はいはいはい。いやこれは盛り上がりましたね。ボンジ、俺はやらかしました、ボンさんが。ちょっとちょっと、これ録画できてる。ゲームダメのは消えた感想。いや、いいかー。いや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 。もう分かってたけど。おい、そう、忘れろよ、ボンジ。分かりきってやりました、これも。はい、ではまた皆さんで集まりたいです。はい、それではコメント見ていきましょう。まずは小田翔也さんから、はい、ペヤング5ドットですね。オープニングの超圧倒的低減感で腹ちぎれましたということです。ちょっとパクらせていただきました、こちらは。はい、はい、続いて池上さんからです。あのネタ臭い挨拶の赤い色にはさすが笑いました。誰の提案か気になるところですということです。誰、2人すごい好きな人がいるんですよ、この挨拶が。はい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 。私と比較です。はい、最後にゴンさんからです。うっかりコンセントに当たって動画をボツにしてしまうボンさんなど、接戦の結果負けてペヤングを取れたコアラさんが面白かったですということです。ありがとうございます。いやね、これはね、全部食い切った比較さん、マジでそうだった。うん、あれは本当体おかしくなるかと思いました。実食へのはね、比較さんが出てるんで、はい、そちらをご覧ください。ぜひご覧ください。ということで皆さん、たくさんのコメントなどありがとうございました。ありがとうございました。またコアロンアウォーズの6月編もやっていきたいと思いますので、こちらについてはまたコミュニティ欄の方で告知させていただきます。はい、それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この動画いいと思ったら高評価お願いします。